我ら信州上田おもてなし部招待真田幸村と中英氏じゃ。我こそは真田左衛門之助幸村なり。天才科学職人の望月六郎にございまする。昨今の流行り病のせいで市民の皆の衆もなかなか外出できずもどかしい日々が続いておる。そこで私は思い立った。どうにか画面を通じて上田の良きところを紹介いたしたい。そのような思いから市内各地の魅力を再発見新発見するために私自ら出向くことといたした。そしてこの行政チャンネルを通じて上田の良きところを紹介いたす。その名もシリーズ信州上田おもてなし部招待真田幸村と従業士が行く上田中英氏じゃ。望月、今回のテーマは何じゃ。はテーマは花その3にございまする。今回は真田地域お屋敷公園のツツジをご紹介いたしまする。ここはかつて我ら真田家の者たちが住んでおった場所じゃ。そして現世においてはお屋敷公園として整備され地元の民の憩いの場となっておる。見事な空気じゃ。はい。そしてですね、こちらツツジの名所としても有名にございまして、毎年5月中旬から6月中旬にかけまして山ツツジが咲き乱れまする。本来でありますとね、5月17日日曜日にお屋敷つつじ祭りが開催されまして、我らも出陣する予定になってございましたが、流行り病の影響によって中止となってしまいました。誠に残念じゃったな。じゃがこのように見事に咲き乱れるつつじを画面を通じて皆々様に魅力をお届けしようではないか。そうでございまするな、幸村様。おあそこにおられるのは地元の方かの。話を聞いてみるか。は恐れ入りますが地元の方でございましょうか。はい、そうです。本来でしたら、毎年行われているここ地元の、お屋敷公園で行われますお屋敷つつじ祭りの主催者になります、真田町商工会副会長の若林です。よろしくお願いします。同じく本原支部支部長の清水と申します。よろしくお願いします。若林殿、清水殿、見事な山筒じゃの。ああ、せっかくじゃ、お話を聞かせ願いまする方は。はい、もちろんです。ではどれほど前からこの山筒が咲いておるのでございましょうか。聞いた話ですと昭和の初め頃だと聞いてますので、おおよそ100年ぐらいになると思います。うちの父親に聞いた話ですと、地元の青年団などで山ツツジを取ってきまして、毎年お屋敷に植えて増やしていったと聞いてます。おお、400年前はありませんでしたからな。約何株ほどあるのでしょうか。およそ600株ほどあると思います。このお屋敷公園は広い場所なんですけれども、周りにマレットゴルフ場や小川が流れたり、あと憩いの場もありますので、その広い場所一帯で600株ほどあると思います。おお、また数を聞いてみますと迫力が増して見えまするな。見たところによりますと2種類色があるように見えますが、こちら種類が違うのでしょうか。だいたい赤系とオレンジ系2種類になると思うんですけれども、肥料のあるなしとか酸性とかアルカリ性で、色が若干薄かったり濃かったりいろいろ変わるんだと思います。おー、自然の状態によっていろんな色になるのでございまするな。本来開催されるはずであったお屋敷つつじ祭りという祭りはどのような祭りでございまするか。お屋敷つつじ祭りですが、昔は商工会でこの木のところにぼんぼりを下げて、夜は電気をつけてつつじを見るお花見をしていたんですが、上田市と合併後、お屋敷つつじ祭りとしてイベントをするようになりました。内容ですが、下でステージを作ってステージイベントをやったり、
六門線の太鼓演舞、信州真田鉄砲隊の火縄銃の演舞等イベントあります。と言いながらも我ら武将隊毎年呼ばれておるからの楽しい祭りじゃ。他にも美味しい食べ物の振る舞いとか催しとかございまするか。商工会女性部で、振る舞い鍋というものを振る舞っております。それと他に親会の方で、ポップコーン、綿あめを無料配布しております。で別にですが食べ物ではないんですが青年部の方で小さな子ども限定なんですが忍者ダーツというゲームを無料でやっております。あと各、5、6店舗ですがね、屋台が出ております。では最後にこの映像をご覧の皆々様にお言葉をお願いいたす。真田町の地元で行う小さなお祭りですが、隣には真田市歴史館があり真田家由来の品々が展示されております。何よりこの山ツツジの赤い花これを見ながら身近に関われるイベントとなっております。今回新型コロナウイルスでイベントは中止になってしまいましたが来年は小屋敷ツツジ祭りぜひ開催する予定ですので1年後お楽しみください。若林殿、清水殿、本日はいろいろ教えてくださり誠に誠にありがとうございまする。来年のお屋敷ツツジ祭り楽しみにしておりますぞ。来年ぜひとも我らお呼びくだされ、オファーお待ちいたす。はい、いつも通りまた、お越しくださるのを予定してますのでぜひよろしくお願いします。またあの綿あめとポップコーンも用意して待って出かけてください。みんなも来てくれ。皆の者どうじゃったか。真田地域にもこのような立派な山ツツジが咲いておる。流行り病が落ち着いた後はぜひその目に焼き付けていただきたい。我ら今後もこのように映像を通じて皆々様に信州上田の魅力を伝えてまいる所存にございまする。望月、次回はどこに行こうかの。は、行き先につきましてはサスケ殿が思案する担当となっておりますゆえ望月は存じ上げませぬ。しかし信州上田には素晴らしいところがたくさんありますゆえサスケ殿の計画を楽しみに待ちましょう。ほう、今頃サスケが必死に思案しておるところかの。私も楽しみじゃ。それでは次回お目にかかろう。真田重勇士ならぬ上田重勇士。